だいぶ無理があるタイミングで入ってきやがったぞこいつ。悲しいかな？ここ。ウッパマンのためらいもなくぶつけやがっただと。日本にもよく、トラックの前に無理やり合流していく人いるけどさ。これ見て同じことで君の？いや今回のは状況が極端すぎるやろ。確かに、車が横向きに走っているあたり、物理法則の違う惑星に来てしまったのかもしれませんね。前の車、これから煽られた。ってツイッターにドラレコの動画晒しそう。車窓の動画しか映ってないと思うぞ。ドラレコ90度間違えて設置してるかもしれないじゃないですか。もういっそ自撮りしとけ。さてまた1台来ましたね。随分地形な重列駐車かよ。一箇所くらいぶつけても傷ありすぎて目立たなさそう。今1個増えたかもしれんぞ。おっともう1個だ。海外のトレーラー、純粋に重量あるシカンガルーバーの類がついてることあるから。このトレーラーの運転手一切動じてないですよ多分。相手にされなくて悲しくなったのか逃げてっちゃったな。それか左右揃えるのに必死だった説。さすがに下手くそすぎるやろ。おとなしくプリウス乗っててください。おい、日本で消滅した追い越し車線が物理的に塞がれちゃってるじゃないか。私思うんですが、追い越し車線が消滅する時期に真面目に計測すれば、こいつら全員から通行帯違反で罰金取れて税制潤うと思うんですよ。うわ、なんやなんやびっくりするなもう。思いっきり事故りかけたな。運転手さんも切れてますね。そりゃ誰でも切れるだろこんなん。そのままぶつけたら面白かったのに。まあぶつけてる動画もいっぱいあるよな。何もない高速でわざわざブレーキ。そして渋滞を作り出す。この無駄な操作はプリウスでも救えないぜ。そしてまたぶつかりかける。おっとその狭さで飛び込んでいくのは。ですよねー。その字幕がミスじゃないのはわかったわ。そして、おもむろに前に合流してきたアウディ。前に割り込んだくせにうざったい減速をしてきます。まさか、あの看板の速度喫下しまで減速している。のか。この道路状況でそれは大悪すぎですね。左車線に帰れ。ってなんでそんなブレーキ踏むの？あいつ昨日の残念オリンピックの帰りだわ。選手だったんじゃねえの？それにしても意味もなくブレーキ踏んでくの。重いトラック乗りからするとヒヤヒヤだからマジでやめてほしいよな。案外ドラレコついてて裁判で 10-0 取れるからぶつけて楽しいかもですよ。そんなわけあるか？ちなみに、車間距離って安全に止まるために開けないといけないんですよ。なんでそんな小学生でもわかる話をする？幼稚園で習ったこと忘れる国家だからね。例えば？演歌とか？そんなに覚える必要ないやんけもっとマシな例あっただろ。そして、前の車が左に移るのに便乗しようとしたのか、狭いところに1台割り込んで、なんでそこでブレーキ踏んでくんねん、アクセル踏んで車間保てやアホ。居酒屋の隣の人が橋の持ち方間違ってるだけで切れてそうだよなお前。さすがにこれは切れた方がええやろ。まあな、クラクションなんか鳴らさず静かにブレーキ踏むのが大人な対応だろうな。つまりそれができる人は幼稚園の演歌と小学校の校歌まで覚えてるってことですね。やけに演歌にこだわってんな、さすがにそれはないだろ。というかそれもそれで本質とずれてないか？歌うこと自体は目的じゃないはずだ。そりゃ昔からみんなやってますからね。みんなやってるからやらなきゃいけない。頭が。そして、本線から出ました。まあ実際高速走ってるとわかるんだけど、安全な車間保ってレーンチェンジするのってやっぱ無理あるよ。3秒前にウインカー出して、せめて相対速度は合わせつつじわじわハンドル切ってくのが一番無難かな。というか何あのブレーキ連打目障りなんだけど。いやこぐよりマシだと思う。それにしても、これがブレーキチェックってやつですか？マジで直球だな、うざすぎるやろ。で、結果はどうなんだ？心のブレーキがダメみたいですね。おい、なんでここで急ブレーキしてくんねん。急ブレーキテスト、合格です。お前が運転者として不合格だわ、警察にドラレコ映像出したろか。じゃあこっちも後方録画中のステッカー貼って YouTube と Twitter に動画晒し上げてやる。人間としてのクソさが露呈するからやめとけ、どうせお前への批判メッセージしか来ないぞ。晒したら勝ちとかいう若者幻想。そういえば、日本の下道じゃ大型貨物は一番右を走らなきゃいけないっていうコメントがありました。まあ標識で一番左を指定されることも多いけど、騒音軽減が目的っぽいですよ。あと制動力低いから子供が飛び出してきづらい側まで逃げるとか？残念、今飛び出してきたわ。そういえば、体は大人頭脳は子供っていう言葉、子供に失礼みたいですね。そりゃそうだろ、子供も環境と育て方次第で大人より大人な子いるからな。そしてこの映像が撮られてるのは多分アメリカでしょうが、さすがです。自由すぎて道路の真ん中で意味もなく停止しちゃうんですもんね。そして、バックしてかわそうとしたらどこかへ走り去っていきました。全力疾走でこの速さなのか？それかいたらスノーコ様カートなんじゃねえの？ちょっと、乗りこなしてる子に失礼でしょ。ミニカーよりおぜ。そしてこっちは、山禁止、みたいな謎のステッカー。さすがに山禁止ではないだでブレーキ踏んでくんなぁ。それにしても、あの意味不明なステッカーの意味は何だったんだろう。漢字の山じゃなくて、武器の森の類なのはまあ見当がつくが。もしかしたら、煽り運転対策の武器として森を積んでますって意味かもしれないですね。警察に通報して銃刀法違反にしてやるわ。あっこれ農具です。今時の警察は野球のバットでもタイヤ交換用のレンチでも警察所有機にするから無駄だぞ。はっ、そ税金泥棒め。はい、今夜お前の家に強盗入るわ。あ、待って警察さん治安守って、しがみついた、公務執行妨害アウトを。あ、大型トレーラーが強引に。そう、ブレーキ踏まないと避けれないの承知で、じわじわねじ込む作戦だし。そしてネットにさらされることで広告をタダで世界中に届けようというのか、なんと強引なウェブマーケティング、ブランド基準の間違いだろ。
ノーウインカー斜め走行ピックアップトラック。高高速コースじゃないか。方向指示器を使うのではなく、回避指示をして向きを変えようというのか。回避指示へ。おい、何があったんだ。モンスターボール投げてたら進路が曲がった。でももうやってんじゃねえ、あの世にゴーンしちまうぞ。目的地はレバノンじゃなくてゴルマートだけど。そっちのゴーンじゃねえから。そして、何の変哲もない高速道路です。ウインカーもなく唐突に車線変更してくる輩がいることまで含めて日常なのか。まあ、それへの警戒すらできないのに事故らないのは運ですからね。おう、なんか試されそうな状況になりそうじゃないか。は、こんなとこで急ブレーキしてどうした？時速60キロで腕を出したくなったとか。アクセルガロ男子校までだわそんなの。おっと、中央分離帯と対向車の風を感じたくなったのか。危ねえわクソめ。さてこんなのでは懲りない。マジでなんなんだよ、めんどくせえな。親に構ってほしくて騒ぐ子供。あるある。黙って距離取られちゃってるぞ。そう、黙って距離を離すのが一番平穏な解決策ですね。でも、離れていかないぞ。またお笑いに。そんな人みたいなことやってる時点でお前の人生終わりや。なんだと、じゃあなんかムカつくから人生の全てをかけてお前を引きずり落としてやる。赤ストライク入ったかっこよくて速くて高そうな車乗りやがって。やがってじゃねえぞ、それ相応の努力してんだ。文句言ってばっかで行動しない奴に乗る資格ないし、基本的に買う金すら稼げないだろ。死ね。いや、すけで息つけすぎやろ。あんたの車遅い。小学生の頃いたわ、ああいうやつ。電車オタクの小学3年生の弟が、わかるわけない電車の問題を出してくる。わからなくて適当に答えたら、そんなことでわかんねえのかばーか。って言われる。そんなことありません。何が言いたいんや。私もアルファードとベルファイアの違いがわからなくてよく間違えるんですが、コメント欄でバカにされてるんでよかったらいいねをしてあげてください。半年は前の動画についた視聴者さんのコメントもネタにしていくのか。だってあれ違いわからにゃん。わからなかったらにわからしいな。わかったらオタクの間違いでしょ。ほらほら、あんたの好きな裏勘の、ベルフォルマンテとイボくらい違うんじゃないか。それにかり一緒って意味やん。というわけで、本質からずれたどうでもいいところで炎上するというインターネットの面白さ。皆さんも、カーボン調のコメント欄、じっくり見てあげてください。ちなみに、ググレカスって言われそうなんでググってみた上でなんだけど、やっぱアルベルの違いわかんね。ヘッドライト系の見た目とかカラーとか違うって書いてあったやんけ。うるせえ、煽るぞ。あはは。なんで煽り運転が起こるのかわかった気がしたぜ。あとは煽り運転したり、クソみたいなトラブルを起こす人間の思考回路がどうなってるか、なんとなくわかったかな。そしたら刺激したりこっちに気が向いたりしないよう立ち回れば、ストレスとおさらばだ。どうだ、自己回避や煽り運転対策だけじゃなく、ライフハックまで鍛えるのがカーボン調なのだ。せっかくの被害を指摘してくれた視聴者さんをネタにしときながらよく言うぜ。それは、そうだ、ブーメランを投げて笑いを取ることも忘れない。昨日も一緒に飛んできてるぞ。で、さっきから流れてるこの動画はなんだ？バイクを煽るピックアップトラック乗りと煽られただけで切れる気性が荒いライダー。というかこれは向きライトか？さっきも中指立ててたし、なんでこう、平穏に走れないのかねー。男だからでしょ。何その決めつけ IQ 低そう。犯罪者のパチンコやってる率 100% みたいなもんですよ。おい今何した？ミラーパンチ。引かれるぞ。だからこそ。何入れるんだろう。またアホみたいなことやってやがる。信号無視。こういう世界なのです。そして重たすぎてブレーキ全然効かない大型トレーラーの前に、ゴー、イン。滑ってるぞ。あーぶつかる。運転手曰く、荷物積んでなかったようです。満載だったら絶対止まれなかったやん。ガラスが割れるくらい激しく突っ込めたらそれはそれで楽しかったのに。そして、割り込みでもされたのか、異常に接近した状態で始まる動画。このパターン絶対割り込まれたやつやろ。仕返しで車間詰めてるようにしか思えん。そういえば料金所の出口、ちょっと怖くないですか？まだ私4回くらいしか通ってないんですが、ランダムな加速度で幅広いエリアに分かれ、ゲート通過後にまた集まっていくあの感じ、ミラーでも回り見づらくて、車間も不十分な気がして毎回怖いです。そして、がっつりはみ出して追い越さんとする撮影者。そのまま抜いて割り込み返してやってもよかったかもしれんのに。さあどうでしょうねー。そして、ゴルフに乗ってる人は、今頃ネット晒しのためにスマホを後ろに向け出した頃かな？もうさ、どうせ時間なんか1秒も変わらないんだから大人な対応しろよな。おっと渋滞誘発ブレーキ。追い越す余地もない場所で止まったら無関係な後ろの人が抜かせないぞ。うっぱやりやがったこいつ、社会のゴミ確定だわ。とある国家でこれやって、待たせた車列の中に偉い人がいたら終わってましたね。まだだ。我らには催涙スプレーを車内に常備するという選択と可能性がある。そういえば日本で逮捕された借り物 BMW 駅に宮崎も横に来て殴ってきてましたね。催涙スプレー、煽るように言うな、不必要に所持するガキが出たらどうする。容疑者はカーボン調の動画で自己防衛のためなら催涙スプレーを使ってもいいと聞いたと供述しており、マジで意味なく使うなよ、無目的な所持はそれだけで銃刀法違反に値しかねん。そう、誘拐されそうになったり殴りかかられたり武器を取り出されたら目元に思い切りかけてから全力ダッシュで逃げるんだぞ。ライフは何言うとんねん。まあ私も仕事柄物騒なことに警戒してますが、やっぱ交通事故に見せかけた暗殺が怖いですね。アスマンスマホ見てたわ。って引かれて死んでも命は返ってこない。あったよなポケモン GO の事件。許されんよな、ああいうってこっち来んな。高速乗ってるとわかるんですが、ミラーってマジで死角あるから、さっき追い越したはずの車やそろそろ右から抜きに来る車が消えるんだよ。そのことを自覚して確認した上でハンドル切らなきゃ、まあ追突するね。でこいつは何なんだよ。高性能車ベンツの特性を生かしたオーバーテイキングコーナリングブレーキン、3つのマニューバーを同時にこなす、運転技能に自信のある人にしかできないゲートだよ。は？何この煙と横移動。バーンアウト。
公道で、しかも信号待ちで。なんという危険運転殺人未遂の全要素を合わせ持ったような人材。そして、信号待ちすらできない座って授業が受けられない系問題児。おいおい、せめて停止線くらい守れよな。おいおいおい。これこそが答え。しっかしまあ、さすがですね。さすがのピザ3等分ですね。そこはベンツって言えばいいやろ。というわけで、彼みたいに高級会社を転がせる金持ちになれるよう頑張りましょう。誰がそれでなりたいって思うんや。反面教師ってやつですね。あれやったらテレビ出れるな。何でしたっけ、サーキットでドリフトしてるのを車を暴走させって読むんでしたっけ。まあまあ、我らがメンタリスト第5大豆列聞くずっさ。はてさて、カーボン調がテレビに取り上げられる時は来るかな。なんとなく悪い方向で流される気がするな。まあ私はテレビより YouTube です。全時代をさらば、それでは、次のカーボン調でお会いしましょう。